エバーグレーズ北部の衛星写真、2001年。農業地帯は赤、水質保存地域は1から3、南フロリダ都市圏は東の海岸線に伸びている。アメリカ地質調査所提供エバーグレーズ南部の衛星写真、2001年。エバーグレーズ国立公園、ビッグサイプレス湿地フロリダワン、及び南フロリダ都市圏の南端が見られる。 アメリカ地質調査所提供フロリダ半島南部の地図、北端中央が、オーランド市、南フロリダ水質管理地区の管理領域、オキーチョビーコ、ビッグサイプレス国定保護地、マイアミ都市圏、テンサウザンズ諸島、フロリダ湾が見られる。エバーグレーズの排水と開発では、アメリカが州国フロリダ半島の南部にある、大湿地帯、エバーグレーズの開発史を外観する。 その始まりは19世紀前半に遡る。第二次セミノール戦争が勃発した1836年、エバーグレーズのセミノール族インディアンを討伐すべく、彼らの居住地を探し出すことがアメリカ軍の任務だった。その任務を遂行する過程で、この地域の地形を確定する必要があった。この作業はしばしば紛糾と混乱を伴うものだった。19世紀の後半には、 ロードの拡充と開発を狙うアメリカ合衆国において、興味の対象はエバーグレーズを農地として活用すべく、湿地から排水することに向けられた。歴史家によると、19世紀の半ばから20世紀の半ばにかけてのアメリカ合衆国の当時の感覚から、すれば、湿地をなくすことに、何の抵抗はなかったという。実際それは正当とみなされ実行された。 製材界で繰り出される思惑、エバーグレーズの地形と生態系に関する無理解のせいで、排水計画の歴史は苦難に満ちたものであった。エバーグレーズは、オーランド近くを水源とする広大な排水流域の一部であり、広く浅い大きいチョビー湖に注いでいる。うっきにこの湖の保水量を超えた時に、平坦で幅広い川を形成し、その長さは100マイル。 幅は60マイルにもなった。オキチョビー湖から南のフロリダ湾に向けて地形は緩やかな斜面になっているので、水は1日半マイルの速度で流れた。エバーグレーズに人が入ってくる以前、このような排水の体系がフロリダ半島の南3分の1に広がっていた。この地域から排水しようという最初の試みは、1881年。 不動産開発業者のハミルトン・ディストンによるものだった。ディストンが出資した運河は結果的に成功しなかったものの、ディストンが用地を買収したことで地域の経済成長と人口増加が促された。その様子は鉄道界の大田デモのヘンリー・フラグラーの目にも止まった。フラグラーはフロリダ半島の東海岸に沿って鉄道を敷き海を伝ってキーウェストまで。 開発の手を伸ばした。この鉄道に沿って街が成長し農地が耕された。フロリダ州知事ナポレオン・ボナパルトブロワードは1904年の選挙運動の間にエバー・プレイズから排水することを公約し、後にはその計画がディストンのものよりもさらに効果的なものになった。ブロワードの公約は土地ブームに火をつけた。このブームは 技術者の報告における、あからさまな誤りや不動産開発業者からの圧力、あるいは南フロリダ全体で急成長する観光産業によって促進された。人口が増えると、ハンターの流入にも歯止めが効かず、多くの水鳥、羽毛のために駆られたアリゲーターなど、エバーグレーズの多くの動物に破壊的な影響を与えた。 1926年と1928年の激しいハリケーンが南フロリダに壊滅的な被害を与え、大きいチョビー湖から洪水が起きたことで、アメリカ陸軍工兵司令部が湖の周りに包みを築くことになった。1947年のハリケーンでも洪水が起こり、南フロリダ全体に前例のないような運河網が建設された。第二次世界大戦後に、 新たな人口ブームが起こり、中央、南フロリダ洪水制御計画が創設され、エバーグレーズは、運河と水流制御装置によって細かく分割され、それで、農地や新開発の都会に水が配られた。しかし、1960年代後半、エバーグレーズ国立公園に隣接して、大きな空港を建設する提案があったことが、契機になって、国民の注意は、 エバーグレーズの土地を開発することよりも元に戻すことの方に向けられた。マングローブの間でセミノール族インディアンを捜索するアメリカ海兵隊第二次セミノール戦争アメリカ人とエバーグレーズとの関わりは第二次セミノール戦争に始まっており、これは金も時間もかかり大変悪名高い紛争だった。アメリカ合衆国は3000から4000万ドルを費やし、 1500から3000人の人命を失った。アメリカ軍はセミノール族インディアンをエバーグレーズに追い込み、彼らを見つけて戦いに勝利した後にオクラホマのインディアン巡州に移住させる任務が与えられていた。この戦争で約4000人のセミノール族が殺害され、あるいは移住させられた。アメリカ軍はエバーグレーズで遭遇する条件に適合する装備を有していなかった。 ソーグラスと呼ばれる、鋭い葉を持つ雑草で、衣類は破られ、凸凹した、石灰岩の床でその長靴はすり減り、蚊の大群に襲われた。兵士たちの足、足、腕が、ソーグラスで傷つき、餌にかかり、多くの者の,の生命あるいは、足を奪った。多くの者は蚊に起因する病気で死んだ。1842年、ある兵卒は、泥の中を歩いた後に、 極度の疲労の中で死んだ。トマス・ジェサップ将軍は1838年に戦争を長引かせることを止めさせようとしていたアメリカ合衆国陸軍省に宛てた手紙の中で陸軍はエバーグレーズの地形に負けていることを認めた。フロリダがアメリカ合衆国にとっていかなる価値を有するかについての意見は賛否分かれた。失地ばかりであり、 恐ろしい動物が生息する役立たずの土地であると考える者がいる一方で国の繁栄のための神からの贈り物だと考えた者も,もいた。1838年アーミーネイビークロニクルに掲載されたコメントは下記のように南フロリダを将来開発する案を指示していた。気候はこの上なく快適である。土壌については実際の観測が不十分であり、 そこまで確信を持って評価することはできなかったが、周辺の植生の外観から少なくとも、その一部は肥沃であるに違いない。土着民を定住地から追い出すときはいつでも、米国同胞の企業精神がすぐに工作に、最適な土地を見出すだろうし、たとえ、今は不毛で非生産的な沼地ばかりであっても、いずれは、庭園のように花々しい土地へと変貌するだろう。これらの沼地は、 夏季には豊富な雨による洪水が発生するため、目下のところこの期間には居住不可であるというのが一般的な印象である。しかし、数多くの地表の流出口が自然の水の流れ道になっており、仮にこの水の流れを何らかの形で妨げるものが、氾濫を誘発したり助長したりしているということが証明されれば、きっとアメリカの産業界は、 この反乱の原因となっているものを排除し得るだろう。1856年のエバーグレーズの地図。アメリカ合衆国陸軍省作成。セミノール戦争の間の軍事行動で、エバーグレーズの特徴に対する理解が進んだ。南フロリダに軍隊が侵攻したことで、この国の中でも理解が進んでいなかった地域は地図化の機会を得た。少なくとも1823年の時点で、 公式報告書は大きな内陸の湖の存在を疑っており、それは1837年のオキイチョビーコの戦いで陸軍がセミノール族に遭遇した時までそのままだった。1840年、ウィリアム・ハーニー大佐は自分に対して、また団薬子に対して繰り返し吸収を受けたことに報復するためにエバーグレーズに遠征隊を率いて入り、 チェキカという名の酋長を追った。ハーニーに従ったのは16隻のカヌーに乗った90名の兵士だった。戦闘オガスティンニューズに掲載されたこの旅に関するある兵士の話が一般大衆に向けてエヴァーグレーズについて書かれた最初の記事になった。この匿名の記者はチェキカの追跡や通っていった地形について、これに似たような地形について私はどこにも聞いたことがない。 草と緑の木で埋められた広大な海のように見える。悪辣なインディアンのために撤退を目指すとしても、白人がそこから彼らを追い出そうとすることは、できないだろう。と記していた。軍事的に行き詰まりになったことについて、最終的な避難の対象は、軍事的な準備、物資、指揮力あるいはセミノール族の優れた戦術にはなく、フロリダの入っていけない地形にあった。ある陸軍軍医は、 そこは住むためには実に最も恐ろしい地域であり、インディアン、アリゲーター、サソリ、カワズ、その他忌まわしい爬虫類すべてにとっては完全な天国だった。と記していた。その土地は脅威あるいは憎しみの異常な反応を引き起こすように見られた。1870年、ある著作家がマングローブの森について、史上最大の自然の見本種の無駄遣い。 この見本市には隔絶した土地に広がる草木のカーニバルがある。ここにはそれが確かに存在するがよそではありえない。と表現した。1885年には資料者、博物学者及び収集家の一体がこの地域に入り、初期マイアミ住人の17歳になる孫息子も連れて行った。シャーク川に入るとすぐにその景色が若者を驚かせ、 その場所は野生で寂しく見えた。3時頃にヘンリーの神経に取り入ったように見え、我々は彼が泣いているのを見た。彼はその理由を告げようとしなかった。単に怯えているだけだった。と記されていた。1897年、ヒューウィロビーという探検家がハーニー川川口からマイアミ川まで一体と共にカヌーで移動して8日間を過ごした。彼は、 その観察したことを記し、ニューオーリンズタイムズデモクラットに送った。ウィロビーは、オキーチョビー湖ではその水域が健康的で有益である。多くの泉と、多かれ少なかれ1万匹のアリゲエーターがいると、書いていた。この体は、シャーク川の近くでおびただしい数の鳥と出会い、数百を殺したが、それでも戻り続けていたと記した。ウィロビーは、 この国の他の部分の多くが探検され地図化されたが、フロリダのこの部分が残っていることを指摘し、我々には長さ130マイル、幅70マイルの土地があり、アフリカの心臓部と同じくらい白人にはあまり知られていないと記していた。1837年にはすでにエバーグレーズを訪問した人が水がない時の土地の価値を次のように示唆していた。 自然の水量を深くすることで排水できるとしたら肥沃な植生土壌の広大な大地を工作に開けないだろうか排水によって得られる水力は何らかの有益な用途に使えないだろうかそのような排水は地域を不健康にするだろうかこのように多くの疑問が私の心によぎった。それらは地域全体の実験によってのみ解決できる。水位を10フィート下げられたら、 おそらく60万エーカーの土地になる。これが肥沃な土壌であるとすれば、その可能性は強いのだが、熱帯性農作物のための畑が開けるではないか。商業用にはどんな施設になることか。1842年、フロリダ準州の代表であるデビッド・レビィが提案した決議案がアメリカ合衆国議会を通過した。それは、アメリカ合衆国陸軍長官は、 フロリダのエバーグレイズから排水する事業の実行可能性と推定費用に関して得られるだけの情報を会員に提出するよう指示を受けることというものだった。この命令からアメリカ合衆国財務長官ロバート・ウォーカーが先頭オーガスティン出身のトマス・バッキンガム・スミスにエバーグレイズから排水することの実現可能性についてそこの経験がある者に相談するよう依頼した。さらに メキシコ湾まで2本ないし3本の運河を引けば十分だと伝えられているとも言っていた。スミスはセミノール戦争に参戦した士官たちにそれに対する回答を求め、その多くがそこを南部のための将来の農業用地とするというアイディアに肯定的だった。ジョン・スピローグのように反対した者も,もいくらかはいた。スピローグはインディアンにとっての隠れ場所となる以外、 この国が何かできるとは考えられない。エヴァーグレーズから排水することが議論されるとして、私が引き受けるにはあまりに大きく、また全く実行できないものなので、それほど有益な主題について、ペンを破壊すべきではない。それは腹まで水に浸かって渡り歩き、陸路に白水路に白西海岸を注意深く検査したものでなければ理解できない。と言っていた。それにもかかわらず、スミスは、 財務長官に報告書を渡し、排水を実行するために50万ドルの予算を要求した。その報告書はエバーグレーズに関して最初に出版された研究書であり、次のような結論を出していた。エバーグレーズは現在、有毒な害獣の溜まり場あるいは有害な爬虫類の生息地にのみ適している。その仕事が数百万エーカーの土地を生む政治家は、 そこにある今はほとんど価値のない土地を農産物で満たすことになる。かくしてその母国に資源を追加する者は自分の世代のみならず子孫にも大衆の利益につながる。彼は一つの州を創設することだろう。スミスはエバーグレーズの縁を壊し川の水源と海岸線をつなげばこの地域から水位で4フィートの水を排水できると提案した。その結果、 スミスはトウモロコシ、砂糖、米、綿花、タバコに適した農地が生まれると期待していた。1850年、アメリカ合衆国議会はいくつかの州にその、境界内にある湿地を譲渡する法を成立させた。その湿地と反乱土地法は、州がその湿地を開発して農地にするならば、州にその費用を手当てする責任があるとしたものだった。フロリダ州はすぐに、 委員会を結成して、そのような試みに対して払う助成金を統合したが、南北戦争とその後のレコンストラクションのために、それに対する注意も資金もそらされてしまった。エヴァーグレーズに、再び注意が向けられたのは1877年になってからだった。ハミルトン・リストンによる土地販売広告南北戦争の終戦後、内国改良基金と名付けられた機関が、 助成金を使い、運河、鉄道、道路を通じて、フロリダのインフラ改良にあたり、南北戦争によって負った負債の返済に熱心になった。内国改良基金の理事は、ハミルトン・リストンというペンシルベニア州の不動産、開発業者を見つけた。リストンは、農業のために土地の排水を行う実行計画に興味を示した。1881年には、 400万円以下の土地を100万ドルで購入するようにも説得された。ニューヨークタイムズはその取引について単一の個人が成した世界最大の土地買収だと言った。ディストンはカルーサハッチー川とキシミー川の水位を下げるためにセントクラウド近くで運河の建設を始めた。その労働者や技士はセミノール戦争の間に兵士が遭遇したものに似た条件に直面した。 危険な条件の中で大変骨の折れる労働だった。この運河で当初側の周りの湿地の水位を下げられたように見えた。別にメキシコ湾とオキーチョビーコの間で浚渫された水路も建設され蒸気船で地域を航行できるようになった。ビストンの技師はオキーチョビーコにも注力した。ある仲間がオキーチョビーコが攻撃のしどころだと指摘していた。運河は諸悪の根源である キシミーバレーからの流入に等しいか多いようにされた。ディストンは沖イチョビー湖からマイアミに向かって長さ11マイルの運河施策を講演したが、技師が予測したよりも岩盤が深いことが分かったので中断された。運河は地下水レベルを下げたが、その排水能力は浮きには足りなかった。この計画の失敗を評価した報告書では水位の低下は 単純に運河の能力の問題であり、その救援のために掘られた可能性があると結論づけていた。ビストンの運河は排水に失敗したが彼が土地を購入したことでフロリダの経済を不要させた。それはニュースになり観光客や土地の買い手などを引きつけた。4年の間に土地の価格は2倍になり人口もかなり増えた。新山社の一人は オートマイヤーズで家を購入した発明家のトーマス・エジソンだった。ディストンはアメリカ国内とヨーロッパのあちこちに不動産、販売事務所を開設し、土地を1エーカーあたり5ドルで販売した。フロリダ半島の西海岸途中部に町を設立した。特にイングランドからの観光客が標的であり、大勢からの反応があった。1893年、フロリダ州は、 二人以上の土地所有者の請願に基づき、排水路、溝あるいは水路を建設する法を通した。ディストンが土地を購入して、現金の裏付けができた内国改良基金は、鉄道敷設計画を支援し、石油業界の大建物である、ヘンリー・フラグラーが休暇を過ごした戦闘オガスティンに、見せられるようになった時に、その機会はおのずと訪れた。フラグラーは188 18年に、 戦闘ガスティンに豪勢なポンセデレオンホテルを建設し、土地を購入して、半島の東海岸に沿った鉄道の建設を始め、まずはジャクソンビルからデートナビーチに、さらに1893年には南のパームビーチまで延伸させた。フラグラーは、パームビーチの町があるバリアー島から川向かいに、ホテルや鉄道労働者の町、スタイクスを設立し、それが、 ウェストパームビーチになった。リゾートホテルを建設するとともに、順州時代の前身基地を観光地に変え、鉄道に沿った土地を柑橘農園に変えさせた。1894年から1895年にかけての冬は構想が激しく、南はパームビーチまで柑橘類の木を枯らした。マイアミ住人のジュリア・タトルが、フラグラーにオレンジ原木の花を贈り、 マイアミに招待して、さらに南に鉄道を伸ばすよう説得した。フラグラーはそれ以前に何度か彼女の要請を断っていたが、ついに折れて、八百九十六年までに鉄道はビスケーン1まで伸びた。最初の列車が到着してから三ヶ月後、マイアミ住人五百十二人の全員が住民投票で街の法人化を決めた。フラグラーはマイアミを全米に向けて、 魔法の都市として宣伝し、ロイヤルパームホテルがオープンした後は、極めて裕福な人々の第一の観光地となった。エバーグレーズハイスイ地区の運河公門、1915年、ゴロ400万エーカーの土地をディストンに売り、土地の価格が急上昇したにもかかわらず、20世紀への変わり目までに、内国改良基金は管理の誤りのために破産状態だった。フロリダ州と、 鉄道所有者との間にエバーグレーズで開墾された土地を売る権利は誰にあるかについて法廷闘争が続いた。1904年の州知事選挙で最強の候補者だったナポレオン・ボナパルトブロワードがエバーグレーズの排水を主たる公約にした。南フロリダの将来をエバーグレーズの帝国と言い,い、その可能性をオランダやエジプトのものになぞらえた。有権者に対して 海面より上にある一体の土地の排水を行うことが技術的に単純なことながら彼らの力を超えていたと告白するのはフロリダ州の知性と活力に対する実際の注釈となるだろうと書いていた。ブロワードが当選してから間もなく不愉快な悪役に支配された湿地から排水するという約束を実行しフロリダ州議会には委員会を設立して氾濫する土地の開墾を 監督するよう指示した。その委員会は、監督事業で影響を受けることになる、各軍に1エーカーあたり5千ントで課税することで始め、1907年にはエバーグレーズ排水地区を結成した。1906年、ブロワードはアメリカ合衆国の務省の監督調査局からフロリダ州へ出向していた儀式のジェームズ・オーライトに、 排水のための計画を策定するよう求めた。1908年までに春節船2隻が建造されたが、わずか6マイルの運河を開いただけだった。このプロジェクトはすぐに金がなくなったので、ブロワードは不動産開発業者のリチャード・ j ボールズに、エバーグレーズの土地50万エーカーを100万ドルで売却した。その後に、儀子の報告書が提出された。ライトの報告書の要約は、 内国改良基金に渡され、1エーカーあたり1ドルの費用で185万エーカーの土地を排水するのに8本の運河があれば十分であるとしていた。その要約書が土地開発業者に公開され、彼らはそれを広告に使った。ライトとノームは、その報告書をできるだけ早く交換する、要土地開発業者から圧力をかけられた。ライトの監督者が、 報告書にある誤りを指摘し、排水に関する異常な熱狂も指摘したので、その交換は1910年まで遅れた。この報告書の非公式版が出回り、あるものは不動産業関係者によって修正されていた。アメリカ合衆国上院議員団関与フレッチャーが、アメリカ合衆国上院文書89と呼ばれた、旧ごしらえの版を作成させ、以前の修正されない文章も含んでいたので、 陶器の嵐を生んだ。1921年の青写真。エヴァーグレイズの排水用運河が描かれている。ライトの当初の報告書では、排水が難しいものではないと結論づけていた。運河を作ることは、大きいチョビー湖の周りに包みを作るよりも、費用対効果の良いものになるとしていた。排水後の土壌は、肥沃なものになり、気候が負の影響を与えることもなく、 巨大な湖は寒気に農地の灌漑用に使えるとなっていた。ライトは気象データの記録が1890年代に始まっていたので15年分の気象データに基づいてその結論を出していた。その計算はジュピターとキシミの町に集中していた。気象データがエバーグレーズの中にある場所のものがなかったので報告書には入っていなかった。さらに雨量が 最も多かった年については、ライトが変則的なものと仮定し、費用の面で運河の耐水量として計算して建設すべきではないとしていた。運河の能力について、ライトが計算したものは55%まで落とされていた。しかし、その最も基本的な誤りは、7月と8月の降水量に関する欠陥のあるデータに基づいて、最大雨量を1日4インチとして、 運河を設計したことであり、その頃に使うことのできたデータでは、24時間雨量で10インチ、内し12インチの土砂降りがあることが分かっていた。この報告書の結論について、疑いを表明する者も,もいたが、特に、マイアミニューズレコードの編集者、フランク・ストーンマンがいたが、この報告書は、アメリカ合衆国政府の一部門から出された、完璧なものともてはやされた。 1912年、フロリダ州はライトを排水監督者に任命し、不動産業はこの技術レベルが中程度の技師をアメリカ合衆国監督局に勤める湿地の排水について世界の最前線にある権威者だと精力的に宣伝した。しかし、アメリカ合衆国会員は報酬がライトに払われたにもかかわらず、報告書が公式には出版されていなかったので、 ライトのことを調査した。ライトの同僚がライトの結論に同意せず、報告書の出版を承認すること拒否したのが明らかにされた時にライトは辞任した。公聴会で証言した、ある者は私はライト氏を絶対的にかつ完全にいかなる技術的な作業にも無能であるとみなすと言っていた。ブロワード知事は1908年に アメリカ合衆国上院議員選挙に出馬したが落選した。ブロワードとその前任者であるウィリアム・ジェニングスはリチャード・ボールズの金で州を回り排水を促進することになった。ブロワードは1910年にアメリカ合衆国上院議員に選ばれたが就任前に死んだ。ブロワードはその指導力と進歩的な思いつきゆえにフロリダ州全体で称賛された。 急速に成長していたフォートローダーデールが、その属する軍にブロワード軍と名付けて、彼を検証した。ブロワードの死後1ヶ月経って、エバーグレーズの土地は1エーカー15ドルで販売された。一方、ヘンリー・フラグラーは、鉄道沿線の街の人口が増えるごとに、駅の建設を続けていた。パナマ運河建設のニュースを聞いたフラグラーは、その鉄道を、 最寄りの水深が深い港までつなぐことにした。ビスケイン湾は浅すぎたので、フロリダ本土の先端を通す路線を建設する可能性について職人を派遣して探らせた。その職人はエバーグレーズを通して鉄道を建設するための十分な土地がないと報告したので、フラグラーはその計画を変更して、1912年にキーウェストまで鉄道を伸ばした。 新しく排水されたハイアリアの土地を下見に来た購入見込み客を乗せたツアーバスの列1921年不動産会社は新たに掘削された運河沿いの土地の宣伝と販売を続けた。1912年4月アメリカ合衆国全土の新聞記者たちは最近排水が行われた土地へのツアーに招待されたが寒気の終わりにあたる時期であったため記者たちは 排水措置が不十分であることに気づかず、新聞社に戻って工事の進捗を褒め添えやした。造成業者は数ヶ月の間に2万区画の土地を売り上げたが、ライトの報告書について否定的なニュースが流れるに、つれて土地の価格は急落し、売り上げも下がった。家を建てるための乾いた一筆地を購入したつもりだった人々が南フロリダに到着した時に見たものは、 一生分の貯蓄を費やして購入した自分たちの土地が完全に水没している光景だった。造成業者は郵便詐欺で訴えられ逮捕された。広告では8週間のうちに作物ができる土地を約束していたが多くの場合、そこを切り開くだけでそのくらいの時間を必要とした。除草のためにソーグラスなどの植物を焼こうとすると、その下にある冷炭が デ炭火災を起こすことが発覚した。動物やトラクターを使って土を耕してみても泥の中にはまってしまい、使い物にならなかった。その泥は乾燥すると黒い細ゴミへと変わり、砂塵嵐の原因となった。移住者は、月脂類の動物、トカゲ類、死光性昆虫に煩わされ、カノバイする伝染病や毒蛇アリゲーターの脅威にも直面した。 最初の作物はすぐに青々と発芽したが、一見何の理由もないのに発芽と、同様素早くしおれて枯れた。後に判明したことだが、デ炭と泥には銅などの植物の成長に必要なミネラルが乏しいことが原因だった。最終的に農務省は1915年に小冊子を発行し、その中で乳川運河に沿った土地の排水を続け、肥沃に保つためには、 費用がかかりすぎることになると宣言した。しかし、ホートローダーデールの住民は、その小冊子のすべてを集め、燃やすという反応を示した。エヴァーグレイズの近くにある町の人口が増えてくると、狩猟の機会も増した。その数十年前であっても、ハリエット・ビーチャーストーが、訪問者による狩猟に怯えており、1877年に、フロリダでは、初の保護のための文章を書いていた。 船のデッキは人で溢れており、我々の壮大な森の中で彼らの唯一の考えは何かを打つという野生の願望であるように思われ、岸にいるすべての生きているものに発砲しようというものである。と記した。カワウスやアライグマはその毛皮が人気で最も広く刈られた動物だった。その他の生皮は一つ8ドルないし15ドルの価格で売れた。数の多かったアライグマは、 1915年時点で一つ75セントにしかならなかった。狩猟は規制されずに行われることが多かった。オキーチョビーコに入った狩猟者は、一回の旅で250頭のアリゲーターと172匹のカワウソを殺したことがあった。1904年の雑誌の差し絵、婦人の帽子につけられた羽飾りは、エヴァーグレーズの水鳥から取られたものだった水鳥が特に標的にされた。 19世紀の後半から1920年代まで、その羽が、婦人の帽子の飾りに使われた。1886年、推計で500万羽の鳥が殺されて、羽が取られた。鳥の羽は春に交尾と巣作りのために色づくので、通常はその季節に打たれた。帽子製造産業では、羽飾りが、エーグレットと呼ばれ、1915年では1オンス32ドルで、売買され、 金の価格にも相当した。帽子製造業は年間1700万ドルの売り上げがあり、それが羽の狩猟者を動機づけ、彼らは白鷺など大型の鳥類が巣作りする季節に、その巣の近くで待ち伏せ、小口径のライフルで親鳥を撃ち、ひなは植えるに任せていた。多くの狩猟者は羽のための狩猟の陰惨な結果を見た後では、狩猟に参加するのを拒んだ。 それでもエバーグレーズの水鳥から取られた羽飾りは、ハバナ、ニューヨーク、ロンドン、パリで見られた。ニューヨークのある業者は少なくとも60人の狩猟者を雇って羽のある鳥なら何でも、ただしアオサギ、ヘラサギ、その他華麗な鳥は特に供給させた。狩猟者は、運のいい日に100羽の鳥から羽を集めることができた。羽の収穫は、危険な仕事になった。 全米オーデュボン協会がマングローブの林にある映像置で行われる大量の狩猟を心配するようになった。1902年、森林警備員のガイ・ブラッドリーを雇い、カスバート湖周辺の映像置を監視させた。ブラッドリーはエバーグレーズの中にあるフラミンゴの町に住んでおり、1905年、隣人の一人が狩猟を行うのを止めようとした後で、その隣人に殺害された。 1903年、セオドア・ルーズベルト大統領がペリカン島を野生生物保護区に設定して、最初の野生生物保護区を設立したのは野鳥保護のためだった。1920年代、鳥類が保護されて、アリゲーターが絶滅寸前まで狩猟された後、アメリカからキューバにアルコールを密貿易しようという者たちのために禁止法が制定された。 ラムジュの密、貿易業者は広大なエバーグレーズを引匿場所に使った。そこをパトロールできるだけの景観がいなかった。漁業が始まり、鉄道が開通し、大きいチョビーコの泥に度を添加する利点が発見されると、ムーアヘイブン、クルーイストン、ベルグレードのような新しい町に前例のないような多くの住人を生んだ。1921年までに、 オキーチョビー湖の周辺の16の新しい町に2000人の住人が住んでいた。南フロリダでサトウキビが主要農作物となり大量生産されるようになった。マイアミでは第二次の不動産ブームが起こり、コーラルゲイブルズの開発業者は1億5000万ドルを売り上げて、マイアミの北にある未開発の土地は1エーーあたり3万600ドルで売れると見ていた。 マイアミは大都市となり、建築と文化のルネサンスを経験した。ハリウッド映画のスターがこの地域で休暇を過ごし、実業家は贅沢な家を建てた。マイアミの人口は5倍に増え、ホートローダーデールとパームビーチの人口も何倍にも、なった。1925年、マイアミの新聞がある日に、重さ7ポンドもアルバンを発行したが、その大半は不動産の広告だった。 ウォーターフロントの土地が最も高値をつけた。マングローブの木が伐採され、ヤシの木を代わりに売れて、景色が良くなった。南フロリダのスラッシュパインが広く取り払われ、材木に使われたものもあったが、この木は密度が高く、釘を打ち込んだ時に割れることが分かった。この樹種はシロアリへの耐性もあり、家屋の建設に必要とされるのが急だった。 デイド軍の松林の大半が開発のために伐採された。ライトが提案した運河は、沖きいチョビー湖の南に土地を作るということでは、不成功だった。それは不動産開発業者が地元農夫に約束したことだった。1922年冬は例年になく降水が多く、地域は水に浸かった。ムーアヘイブンの町では1924年の6週間で46インチの、 洪水があった。技士たちは農夫だけでなく商業漁業者のためにも水の流れを抑えるよう圧力を受けた。漁業者は湖の利害の一致しない水位について要求することが多かった。ジェームズ・ライトが辞任した後に運河建設の任に当たったフレッド・エリオットは運河の片方の岸にいる人はその特別の用途のために水位を上げるよう望み、 反対側にいる人はその目的のために水位を下げるよう望んでいるとコメントしていた。1926年マイアミハリケーンで壊された橋の残骸1920年代土地と人口のブームを助長する条件がいくつか揃った。その一つは激しい嵐がないことだった。その前の暴風は1906年のものでありフロリダキーズを襲っていた。この嵐がない期間を利用して 多くの家屋が慌てて、しかもお粗末に建設された。しかし、1926年9月18日、後に1926年マイアミハリケーンと呼ばれることになる嵐が、時速140マイル以上の風を伴って襲い、大きな被害を生じさせた。ある場所の高潮は15フィートにもなった。ヘンリー・フラグラーの豪勢なロイヤルパームホテルは、 他の多くのホテルや建物と共に破壊された。この時に亡くなった人々の多くは、ハリケーンの目が頭上を通過した間に、その後では反対側から風が吹いてくることを知らずに、道路に飛び出した者たちだった。お闇の時間は35分間続き、その間市内の通りは人々で混み合うようになったと、地元気象予報主任のリチャード・グレーが記していた。その結果、 嵐の第二段階の間に多くの命が失われたと続けた。マイアミだけで115人が死亡した。死者の数には人種差別の思想が入っていたために、その総数は175人だった可能性もある。市内で2万5千人以上の人々が家を失った。オキーチョビー港に接するムーアヘイブンの街の被害が大きかった。泥で作られた堤防が崩壊し、 町の人口1200人のうち400人近くが溺死した。大きいチョビー湖の堤防の頂部は湖水くらいからわずか18、内し24インチ高いだけであり、義士たちはその危険性を認識していた。ハリケーンが来る2日前、ある義士がもし嵐に襲われたら、それが室強風から3000人以上まで幅が大きい。多くの者の,の遺体は流出して回収されることはなかった。 死者の大半は黒人の移民労働者であり、ベルグレードとその近くに移ってきたばかりだった。この惨事は全国的なニュースとなり、今回も州知事は救援を拒否していたが、嵐から1週間後に現地を視察して、まだ埋葬されずあるいは集められてもいない以外126体を数えることになると、州軍を動員して後始末を要請した。この時に打った電報では、 大げさではなく、嵐に襲われた地域の状況は必然に尽くしがたいとなっていた。ハーバート・フーバーの堤防の完成を告げる、広告政府機関の関心はすぐに排水から洪水制御に移った。州と連邦政府の予算が手当てされて、オキーチョビー洪水制御地区が1929年に創設された。 ハーバート・フーバー大統領が1918年、オキー・チョビー・ハリケーンの被害を受けた町を視察し、自身義士でもある大統領が、アメリカ陸軍公兵司令部に湖を囲む町を支援するよう命じた。1930年から1937年、湖の南縁に沿って、長さ66マイルの堤防が、また北縁にはやや短い堤防が築かれた。高さは34フィート、 厚みは、湖水面で3.5フィート、長部で3フィートあり、陸地方向にも2フィートあった。ハーバート・フーバー堤防とオキーチョビー湖の水の制御は、連邦政府の権限となった。アメリカ合衆国は湖水くらいの上下限を14フィートと17フィートと、すると宣言した。幅80フィート、深さ6フィートの運河も、カルーサ・ハッチー川を通して大量に掘られた。 湖水面が高すぎるときは、この運河を通して、メキシコ湾に逃がされた。北岸堤防に沿って、エキゾチックな樹木が植樹された。オーストラリア松ユーカリ、柳、竹だった。プロジェクト全体で2000万ドルが注ぎ込まれた。この堤防と運河が建設された後では、サトウキビの生産が拡大した。湖を囲む、小さな町、の人口は、 第二次世界大戦の後で3000人から9000人に飛躍した。ハーバート・フーバー堤防の効果は即座に現れた。1930年代には長期の干ばつが起こり、大きいチョビーコやウンがその他の水を除去する溝の壁、エバーグレーズが干上がった。冷ータンは埃に変わり、塩辛い太陽の水がマイアミの井戸に入ってきた。市が専門家を雇って調査させると、 エバーグレーズの水は地域の地下水であり、それが地表に出ていることが分かった。エバーグレーズの排水がこの地下水を除去し、地域の井戸に染み込んだ太陽海水で置き換えられていた。1939年、エバーグレーズの広さ100万エーカーが焼け、データンとソーグラスが焼ける黒雲がマイアミまで流れてきた。地下のデータンが焼けて木や草の根を燃やし、 他の場所では植物を燃やすこともなかった。排水前に土壌のサンプルを取っていた科学者は、エヴァーグレーズのデータントドロの有機的素性がバクテリアを含んでおり、酸素がなかったので水中での分解の過程にはほとんど加えられていなかったのを考慮していなかった。水が排されて酸素が土壌に混ぜられるとすぐにバクテリアが土壌の分解を始めた。 ある場所では家屋を高床式にする必要が生じ、表層度の深さ8フィートが失われた。エバーグレーズ国立公園の指定を宣言するハリー・エストルーマン大統領、1947年12月6日、エバーグレーズのことを心配する環境保護主義者はマイアミが若い都市だったので少数意見者だった。南フロリダで最初かつ最も熱心な博物学者は、 チャールズ・トーリー・シンプソンであり、スミソニアン博物館を退職して53歳の1905年にマイアミに移ってきた。シンプソンはビスケイン湾の賢人とあだなされ、マイアミ周辺で見られる熱帯性植物の生態について数冊の著作を表した。彼の裏庭には熱帯性後期の森林があり、推計で約5万人の人々にそれを見せていた。 開発に関しては、議論を避ける傾向にあったが、フロリダの装飾的ガーデニングには、人類は、どこでも、この自然が浪費した善良で美しいものを消費し、破壊する狂気の願望がある。と記した。エヴァーグレーズの一部を保護する考えは1905年に、起こっていたが、それが結実したのは1928年、マイアミの景観デザイナーのアーネスト開港が、 エバーグレーズ熱帯国立公園協会を設立した時だった。これは1934年にアメリカ合衆国議会で国立公園と宣言されるだけの指示を受けたが世界恐慌の時代だったので公園に提案される200万エーカーを買収するだけの金がなかった。実際に国立公園となったのは13年後の1947年12月6日の ことだった。国立公園指定の1ヶ月前、マイアミヘラルドの元編集者で、フリーランスのマージョリー・ストーン・マン・ダグラスが、その最初の著作である、エバーグレーズ、層の川を出版した。彼女は5年間地域を調査した後、かなりの詳細にわたって、南フロリダの歴史と生態系を記述し、エバーグレーズはよどんだ湿地ではなく川だと、特徴づけた。ダグラスは後に、 私の仲間のアートマーシャルが草の皮という言葉で皆の知識を変え、エヴァーグレーズが何を意味するのかについて世界を教育したと言っていたと記していた。その最後の章は第11次と題され、エヴァーグレーズは死に近づいているが、その呪いは逆転もできると警告した。その初版は発売から1ヶ月で売り切れた。1947年。 エバーグレーズ国立公園が指定されたのと時を同じくして南フロリダには2つのハリケーンが到来し、ウッキには100インチの洪水があり、10年間続いた干ばつが終わった。人的な被害はなかったが、牛や鹿が溺れ、郊外部では大流水が数ヶ月も残った。農業の被害は5900万ドルに上った。エバーグレーズ排水地区の追い詰められた指導者は脅迫を受けた後で、 防衛のために銃を傾向した。1948年、アメリカ合衆国議会は、洪水制御と、その他の目的のための中部及び南フロリダプロジェクトを承認し、エバーグレーズ排水地区とオキーチョビー洪水制御地区を、その下に統合した。この機関は、洪水管理のために4つの手段を用いた。すなわち、堤防、貯水地域、運河改良、及び水筒を支援する。 大型ポンプである。1952年から1954年、フロリダ州と協力して、エバーグレーズ東部とパームビーチからホームステッドまでの郊外部の間に、長さ100マイルの堤防を建設し、人口の多い地域への水の流入を止めた。1954年から1963年、エバーグレーズを流域で分けた。エバーグレーズ北部では、水質保全地域があり、 エバーグレーズ農業地域がオキーチョビー湖の南に接した。エバーグレーズ南部にはエバーグレーズ国立公園がある。堤防とポンプ場がそれぞれの水質保全地域に隣接し、それが寒気には水を放出し、洪水の時期には大西洋やメキシコ湾に水を排除して組み出す。水質保全地域はエバーグレーズの当初面積の約37%を占めている。 1950年代と1960年代、南フロリダ都市圏が国内の他の地域よりも4倍の速度で成長した。1940年から1965年、600万人の人々が南フロリダに移転した。毎週1000人がマイアミに移転したという計算になった。1950年代半ばから1960年代、後半の間の都市開発は4倍になった。 エバーグレイズから排水した水の多くは新しく開発された地域に送られた。都市圏が成長すると急速な拡大に伴う都市の問題が生じた。交通渋滞、学校の過剰な混雑、犯罪、能力を超えたゴミ処理であり、南フロリダの都市歴史では初めて干ばつ時の水不足が起きた。30年の間に中部及び南フロリダプロジェクトは 総延長1000マイル以上の運が、数百カ所のポンプ場、及び堤防を建設した。映画、運命の水を制作し、著作家のマイケル・グルンワールドによって、プロパガンダとして特徴付けられ、自然を、猛威の悪意ある叫びの力になぞらえ、機関の任務は自然を手なずけ、エバーグレーズを有益なものにすることであると宣言した。エバーグレーズ国立公園の管理者とマージョリー。 ストーンマンダグラスは、当初中部及び南フロリダプロジェクトを支持していた。エバーグレーズの維持を約束し、水質を責任持って管理していたからだった。しかし、プロジェクトによる初期の報告書は、開発地域に近い人々への優先事項として、エバーグレーズに関する地元の態度を反映していた。公園の美的な訴求は、家屋や生活の需要ほどには強くなり得ない。 マナティア・オーキッドは、抽象的な方法で人々に何かを意味しているが、マナティはその財布を満たすことはできず、オーキッドは、その空腹を満たすことはできないと記した。チューブ及び南フロリダプロジェクトの設立は、エバーグレーズ国立公園の存続を完全に別の、生態に依存させることになった。プロジェクトの一つは、堤防29であり、公園の北園に沿ったタミヤミトレールに沿って置かれた。 堤防29は、洪水制御ゲートが4カ所あり、エバーグレーズ国立公園に入る水をすべて制御した。その建設前には、排水パイプを通じて、水が流れ入った。1962年から1965年は、エバーグレーズにとって、干ばつの時期であり、堤防29は閉じられたままで、南フロリダにとっての水源であるビスケーン、耐水層が満たされたままとなった。 動物は水質保全地域3に保持された水を求めて、タミヤミトレールを越え始め、多くが自動車に殺された。生物学者はエバーグレーズ国立公園にいるアリゲーターの生態数が半分になったと推計した。カワウソはほとんど絶滅寸前までになった。水鳥の生息数は1940年代から90%減らされた。公園管理部と アメリカ合衆国内務省が中部及び南フロリダプロジェクトに援助を求めたとき、プロジェクトはエバーグレーズ国立公園の南園に沿って堤防を建設し、昔からマングローブの森を抜けてフロリダ湾に流れていた水を保持することにした。プロジェクトは公園に多くの水を送ることを拒否したが、公園の東側に接する運河67を建設し、沖きいちょびいこの過剰な水を 大西洋に送った。アメリカ地質調査所による写真、水質保全地域3とエバーグレーズ国立公園との協会2003年中部及び南フロリダプロジェクトはエバーグレーズ農業地域のために47万エーカーを設立し、それは開発前のエバーグレーズの27%に当たった。九百二十年代後半農業の実験でエバーグレーズの泥に 大量の硫酸マンガンを添加すれば、利益の出る野菜を生産できることが示された。この化合物を100ポンド添加すれば、肥料を1ショートトン加えるよりも、費用対効果が良かった。エバーグレーズ農業地域の主要作物は、砂糖キビだったが、芝、豆類、レタス、セロリ、米も生産された。砂糖キビは、他の作物よりも統合化された産業になった。1940年、 農園の連合が US シュガーと名前を変え、エバーグレーズで生産される砂糖の86%を製造した。1930年代、砂糖キビ農家の連合は奴隷制度を早期させる労働監修について捜査を受けた。雇用される可能性のある者は主に若い黒人男性であり、仕事に惹かれてアメリカ合衆国全国から集まってきていたが、訓練、交通、 居室と食事、その他の費用がかかるので経済的な拘束があった。負債を負ったまま辞めると禁錮期間を伴う懲罰があった。1942年までに US シュガーは連邦裁判所から強制労働で告訴されたが、最後は法律の解釈で訴訟を取り下げとなった。US シュガーは1960年代初期に始まった。 米国の対キューバ金融措置によって大きな恩恵を受けた。1958年、フィデル・カストロ政権ができる前に、フロリダで4万7千エーカーの土地が砂糖キビ栽培に使われており、それが1964年から1965年では22万8千エーカーに広がっていた。1959年から1962年、地域の砂糖工場は2カ所から6カ所となり、 そのうち、ベルグレードにある工場は何度か、砂糖生産の世界記録を塗り替えた。エバーグレーズ農業地域の畑は、通常1区画40エーカーであり、2つの側面が運河に接し、それがさらに大きな運河につながれて、作物の必要性に応じて、ポンプで水を出し入れしている。砂糖機微のための水位は、土壌面より20インチ下で維持されるのが理想であり、 サトウキビを収穫した後は、その茎が燃やされる。野菜は、サトウキビよりも、肥料を必要とするが、その畑は浮きに水浸しになることで、エヴァーグレーズの昔から、ある水門学に似ている、可能性がある。しかし、サトウキビは乾気に水を必要とする。野菜に使われる肥料は、高い濃度の窒素やリンとともに、サトウキビ生産に必要な不要度の副産物であり、 エバーグレーズ農業地域の南部にある水質保全地域にエバーグレーズ国立公園からポンプで組み上げられることが多い。これらの水を大量に取り入れることでエバーグレーズには外来種も取り込まれてきた。エバーグレーズの生態系の特性で決定的なものは栄養に富んでいない環境で自立する能力であり農薬を入れることでその生態系を変えつつある。 エバーグレーズ開発の転換点は、1969年、マイアミ国際空港がその能力を超えた時に、代替空港が提案されたことだった。土地開発業者は、土地の取得をはじめ、1968年には1エーカーあたり180ドルだった。デート軍港湾局が中部及び南フロリダプロジェクト、エバーグレーズ国立公園の管理部、アメリカ合衆国内務省に相談せずに、 ビッグサイプレス出地の土地39平方マイルを買収した。エバーグレーズ国立公園の管理部は、それが公表されたその日に、マイアミヘラルドから公式売買契約と空港を建設する合意を知った。デート軍港湾局は購入した土地を整地し、単一の滑走路はパイロットの訓練用だと公表した。この新空港は、シカゴオヘア国際空港、 ワシントンダレス国際空港、ニューヨークのジョンカイ・ケネディ国際空港、ロサンゼルス国際空港を合わせたよりも広い計画だった。選ばれた場所はエバーグレーズ国立公園の北6マイルであり、水質保全地域3の中にあった。デート軍港湾局の副局長は、ここはアメリカで最大級の人口集中地となる。我々は、自らの責任に合わせ、この土地、海、 上空に所有権を行使するすべての人の責任に合わせるために人の意図するよりも高いオーダーで最善を尽くすつもりだと宣言した。中部及び南フロリダプロジェクトは国内の環境保護団体100に手紙を出すことでこの計画に対する全国の注目を集めた。当初、地元の新聞の反応は即座に計画に反対した環境保護団体を非難するものだった。 ビジネスウィークは計画地の周りの土地価格が1エーカーあたり200ドルから800ドルに跳ね上がったと報道し雑誌のライフは地域の商業的な関心に関する予測を記事にしたアメリカ地質調査所の空港に関する環境影響調査が始まり提案されている空港とその関連施設の開発は南フロリダさらには エバーグレーズ国立公園の生態系を容赦なく破壊するものである。と報告した。この空港は100万人の市民のように教師、6万人を雇用することが意図されていた。デード軍公安局長は雑誌タイムで私はアリゲーターよりも人間に興味がある。ここは航空に関する限り理想的な場所だと言ったと報告された。環境影響調査によって 提案されている空港は1日400万ガロンのゴミを作り出し、ジェットエンジンによる汚染物を年間に1万ショートトンを生み出すと示し、全国のメディアが注目した。雑誌、サイエンスはこの空港計画を特集する、環境保護のための連載記事で、環境科学者はそれに次第に気づくようになっており、慎重な計画、地域の開発、自然資源の保護がなければ、 手に手を携えて進めないと記した。ニューヨークタイムズはこれを災害の青写真と呼び、ウィスコンシン州の上院議員ゲイロード・ネルソンは、リチャード・ニクソン大統領に当てて、その反対意見として、我々がこの国で、我々の環境を守ることに真に対処しているか、田舎の試験であると書き送った。フロリダ州知事のクロード・カークは、保護に賛成していたのを引っ込め、78歳に、 なっていたマージョリー・ストーンマン・ダグラスは説得されて、それに反対する数百回の演説を行うたびに出た。ダグラスは、エバーグレイズの友という組織を設立し、3000人以上の人々に会員になるよう進めた。当初、アメリカ合衆国運輸省は空港を支持するために予算を約束していたが、圧力を受けた後に、ニクソンが交通省の判断を差し戻した。 ニクソンはその代わりにビッグサイプレス国定保護地を設立し、それを議会の進める1972年環境プログラムに対する特別メッセージとすると宣言した。この空港論議に続いてエバーグレーズの復元が州全体の優先事項となるだけでなく国際的な優先事項にもなった。1970年代、エバーグレーズはユネスコによる国際生物界保護地と 世界遺産に指定され、また、ラムサール条約による国際的な重要性のある湿地に指定された。これら三つの指定を受けたことでは、地球上に三か所しかないものの一つとなった。ありがとうございます。